東欧鳥は中華民国の政治家、プログラマー。解明しており、救命は闘争官。2005年、パール6のハスケルによる実装のパグズを開発したことで知られ、台湾のコンピューター界における偉大な10人の中の一人、とも言われている。2016年10月に、台湾の蔡英文政権において35歳の若さで行政院に入閣し、 無人所閣僚の政務委員を務めている。当光か、利、ただし、恐怖妻の子供として生まれる。幼い頃からコンピューターに興味を示し、12歳の時にパールを学び始めた。2年後の14歳の時、学校生活に馴染めなかった彼女は中学を中退した。19歳の時にシリコンバレーでソフトウェア会社を起業した。2005年、外見と自己意識を一致させるために、 名前を変更するなどの女性への性別移行を始めた。性別移行を開始した後、当大鳥はブログ上において、私の脳は私が女性であると認識しているのに、社会的にはそうでないことが要求されるので、私は長年にわたって現実世界を遮断し、ネット上で生活をしてきました。と述べている。東森電子のニュースチャンネルは、 彼女の IQ が180以上であると報じた。2019年1月、アメリカの外交専門誌、ホーリンポリシーの2019年のグローバル思想家100人に選出された。彼女は独学と個人主義的無政府主義の支持者である。東大鳥は、ハスケルコミュニティとパールコミュニティから、楽処理系を実装するプロジェクトであるパグズの創始者兼主用開発者として知られている。 また、彼女は SVK リクエストトラッカースラッシュを含むいくつかのフリーソフトウェアの国際化と地域化に対する貢献やオープンソースに関連する様々な書籍の反対アザー中国語への翻訳も行っている。シーパン上において、東大は2001年6月から2006年7月までの間にパール号向けのクロスプラットフォームのパッケージングデプロイツールである。 パールアーカイブトゥールキットを含む100以上のプロジェクトを開始した。また彼女はシーパンのスモークテストの設定とデジタル署名システムのメンテナーでもある。2005年10月にはオライリーメディアがアムステルダムで開催したカンファレンスでパグズについて講演を行った。2016年8月、東大鳥は林前内閣の政務委員に任命された。 10月1日にデジタル担当の政務委員に就任し、35歳での閣僚就任は台湾史上最年少となった。東欧鳥はデジタル技術とシステムによって政府の問題解決を補佐し、民間と政府のコミュニケーションの促進と強化を行う。自分の役割は特定の団体の利益のために動くことでも政府のために 政策の広報を行うことでもなく、より多くのアイデアと力を結合させるパイプとなることだ。と述べ、政務委員として、これに取り組み、若年層と高齢層のジェネレーションギャップを埋め、パブリックアクセスのためのフリーソフトウェアを開発し、台湾の新たな共有経済が実際に機能することを示した。また、東欧鳥は中国と台湾は、 地理的には近くても正反対の価値観を持つとし前者が社会信用システムやインターネットを民衆の監視及び制御に利用しているのに対して、後者はインターネットに政府を監督する役割を求める、開かれた社会を築いているとして、台湾の民主主義を損なう、フェイクニュースを防止する、技術開発などに取り組んでいる。さらに、理念としては、 徹底的な透明性と呼ばれるものを挙げており、公開できるあらゆる情報がインターネット上にあることで、政府の官僚や大臣が何をやっているのか、何を考えているのかを全部知ることができ、人々が国家の主人になれるというビジョンを掲げている。2021年1月30日放送の日本テレビ系の教育、バラエティ番組である世界一受けたい授業の スペシャル番組にコロナウイルスの封じ込めなどの取材に応じた。東欧取には10年間付き合った女性の恋人がいたが2018年に東が起こった DV 事件により別れ、後に当外女性により起訴された。ありがとうございます。